ありがとうございます。こんばんは。稽古から帰ってきました。帰ってきました。ちょっとね、前髪が潰れすぎてこのような感じです。なんか前髪作ったらさ、帽子かぶれんくなるんよね。帽子似合うと本当？でもなんかゆらは帽子かぶってます、ずっと外歩くとき。なんかやっぱかぶるのとかぶらないのじゃ暑さも全然違うし、頭のね。あとまあゆらはボサボサ学士でよくやってますね。はい、ボサボサ学士。4月17日からゆらちゃん3週連続で会えるって、わーい。そう、8月はねめっちゃいろいろあるから。アイス今日食べてないんですよ。いや食べようかなって思ったんですけども、今日はなんかそんなにね、あの外あんまりめっちゃ暑いってなるぐらいまで歩かんかったんよ。もう外歩いたのが夕方ぐらいで、日中とかじゃなかったけん割といけたけん今日は食べてない。サマステを楽しみにしてます。私も発灯買いました。いいね。そう、帽子はねいるんですよ。でも私帽子を2個もなくしちゃって、あのねこれ白なんですけど、白はね2種類、これとあともう1種類あって、黒がなくて。でもゆらはね大体あの何黒をめっちゃ着るから、黒がないと結構不便で、だから今日はちょっとゾゾタウンをいろいろ見ていました。今日はネットショッピングを絶対にしたいと思います。どっか行ったの、つらい。もうどこ探してもないんです。2つもしかも黒二つもない。なんでや。なんでや。9月6日の花だれ香川。あ、香川であるんだ。そうなんだ。山口ね。香川で花だれやるのってすごいね。白いキャップゲットしたよって、いいね。白もねいいですよね。だから今日はゾゾタウンをいろいろ見てます。なんだこれ、ありがとう。なんだリュウジさん、ありがとう。そう、ゾゾタウン派です。え、他に何派がいるの？ゾゾタウンしか買い方っていうかあんまりわかんないんだよね。他に何があるん？他に何がある？
クエス前後。あ、鼻だれ四国。なるほどね。え、福フェスはいつあるんですか。じゃあその福フェスのメンバーが出るんじゃない、鼻だれとか。え、倉敷のデニムストリートで買った帽子。え、じゃあデニムの帽子ってこと。デニムの帽子もいいですよね。あとはね、冬になったらニット帽、ニット帽、うん、なんかそういうのかぶりたいですよね。黒いキャップとネイビーのキャップを忘れちゃって、あ、忘れちゃった、なくしちゃって、ネイビーちゃん、福田さん会場を抑えてみる、すごすぎ、副キャプテンさんすごすぎますね、行動力。愛してる、あ、間違えた、お疲れ様だったって。あ、先日は推し面ではないですが、うちわを購入いただきありがとうございます。なんかさ、私思うんですけど、なんか物販の時ってなんか皆さんなんか結構同じものを何個も買ってくれたりとかして、なんかその後すごい、なんかもうあれってアドレナリンなんですかね。もうなんかあのマースちゃん柄みたいなやつも、なんかじゃあもう5回お願いしますみたいな言ってる人とか見て、そう、一向に推し面が出ずみたいな。あれはもうノリが、ノリに乗っちゃうんかな。ソロコンサートね、やりたいんです、またやりたいけど、まあ夢タウンさんのねライブもあるし、まあそういうのをこう頑張りつつ、またソロコンサートしたいですね。めちゃくちゃ使ってますって。え、どういうこと、仰ぐのに。だってあの買ってもらった以降まだライブないから、めっちゃ使ってるってことは、めっちゃゆらで仰いでるってこと、いけちゃーんってこと。あ、ね、なんかセンスがあったっぽいですね、なんかグッズに。もう早く届かないともう終わっちゃうよね、時期。車で泳いでますって大丈夫かな。なんかさ、虫をさバンってやるやつに使われてないかな。うちわ持ってきて、皆さん、あの今回のうちわはぜひ使っていただきたくて、あの裏に名前書いてあるじゃないですか、ニックネーム。だからで、しかも色味もペンライトカラーの色味だし、あれはぜひ使っていただきたいですね。めっちゃ見えると思う、今回のうちわをね、そう、裏をぜひ見せていただければ超見えるかと思います。そう、ニックネームが書いてあるのめっちゃ良くて、そう、色味も好きなんですよ。9月まだ夏やけん大丈夫。まあ確かに、まあでも10月とかも全然暑いよね。ね、いつまで暑いかな。なんか去年はさ、11月の後半ぐらいまで全然寒くならんかった気がする。で、え、もう12月来るのに大丈夫とか思ってたけど、ちゃんと12月には寒くなった。
っていう記憶。もう本当にギリギリのギリまで全然熱くならんかった記憶。ぜひ新しいの持ってきてください。お願いします。そう、秋がないの。もう急にえ、いつまで暑いの続くんと思ったら急にカーンって寒くなる。スパークで購入した、あ、そう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 、あの物販であったうちわの裏にイケちゃんって書いてあるやつがすごい見えやすいので、ぜひ買ってください。それあとね、あのなんか公式の X とかには出てないんですけど、鬼レンちゃんのホームページには載ってたんですけど、8月11日の日曜日の放送はね、あの歌謡祭のがなんか再放送みたいなされるっぽくて、7時、8月11日の19時から21時だった。え？うん、19時から21時再放送されるっぽいです。カラオケステージと被ってる？そうなの？まあぜひあのお家にいる方は見ていただき、まあその日はリアルお話会がそうあるので、まあ後で TVer もきっと出ると思うので TVer で見ていただいたりっていう感じで。そうなんだ、カラオケもね、何歌うか。素材放送があるの見てください。え、何のホームページそれ、なんて読むの、なんす、なんて読むのそれ。そう、ぜひ皆さんお願いします。墨の絵、どこそれ、何のやつ。あれですか、ボートレース。どうなんやろ。あ、ボートレースか。そうなんだ。っていう長時間もとか倒れそうだったら今元気やけど、そうよね、ほんまに皆さんあの日の消耗した、消耗した体力は戻りましたでしょうか。無事ティフは本当に暑かった。15分あ経過しましたので、ちょっとぼちぼち終わりますね。はい、あさってはサマステですね。あさってはサマステですね。チュ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 。マジでやばかったよね。ありがとうございます。リリリリ。では終わります。
私がハマってる梨アイスもみんなが食べてくれてて、皆さんあれで夏を乗り越えましょう。なんかアイスって高いのもあるじゃないですか。なんか本当に値段がもう幅広くて、300円とか400円するのもあれば、100円以下で買えるのもあるし。板チョコアイス最近食べてない、めっちゃハマっとる時あったな。めっちゃハマっとる時あったな、そういえば。ありがとう。そう、ハーゲンダッツは高いけど、まあ、ご褒美とかね。え、雷、え、そう、昨日も雷やばくて、広島なんかマジでびっくりして怖かった。なんかピカって光って、え、ユラの今見間違いかなと思ったら、数秒後にドーンって言って、超怖くて、その時外歩いてたから、マジで怖くて。雨は降ってないのに気をつけて。そう、ガリガリ君好きなんだけど、ソーダ味はあんまり食べなくて、梨ばっか。あ、スイカバーガッツリみかんも確かに夏っぽいけど、あんまり食べてないな。ガッツリみかんあんま見てないかも最近。じゃあ終わります。ギフトもありがとう皆さん。え、マイクのギフトがあるんだ今、すごい。しかも青いし、ありがとう。では13位、たくにんさん。12位、渡辺さん。11位コウタさん。10位トンちゃん。9位ホリエモンさん。8位ウーロンさん。7位モケさん。6位ウォルフさん。5位カイカイさん。4位シミトさん。3位ネギショウさん。2位フクさん。そして1位はトゥルルトゥーンリュウジさん。ありがとうございます。いけいけいけ。今日もリュウジさんはありがとうございます。言ってくれたかな。雷鳴ってるの気をつけて、マジで怖いから雷。ありがとう。そう、サマステも今週はだし、お話し会もあるのでね。あ、今再販受付中なので皆さんぜひ。8月31日はね、舞台本番の日なんですが、ぜひあの、なんだろう、ちょっとでもあの来てくださると嬉しいですね。はい、では終わります。近くに雷落ちた、マジで怖いじゃん。気をつけて。コードの近くとかあんまりいない方がいいらしい。あとなんか雷の時は家の中心になるべくいた方がいいとか聞いた気がする。あとコードの近くにいないとか。そう、気をつけてみんな。はい、そう、池クイズもね、どうしようかな考えときますよ。では終わります。皆さんありがとうございました。水曜日か今日は。まあ明日は木曜日という、ちょっとね、まだ金曜日も来ないのかっていう感じだと思うんですけど、頑張りましょう。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。おやすみなさーい。バイバーイ。おやすみなさーい。バイバーイ。おやすみなさい。